始めます。インスタライブ、こんばんは。初めて外でインスタライブするの。見てますか？こんばんは。はい、ちょっと短い時間になるかもしれないけど、ちょっとだけやろうかなと思っております。こんばんは。ヘビーハートして。こんばんは。こんばんは。ちょっと歩きながら初めてインスタライブをしています。海外かな。そうです、ちょっと日本を飛び出してきました。そうです、海外です。あ、ありがとうございます。ちょっと今なんかやってみようかなと思って、こんな歩きながらインスタライブするの初めて。お酒飲んでる？お酒ね、飲んでないです。ちょっとメイクで赤く。暑いんですよ本当に。前髪作ったの、あ、そう、あのね、ちょっと撮影で来てて、それで切ってもらいました。前髪あった方が。岡山すんごいゲリラ雷雨だよ。大丈夫？あれ？あらららら。大丈夫かな？こんばんは。寒くないですか？こちらはですね、とても暑いです。暑くて暑くて仕方がないところに来ております。前髪あり、似合う、ありがとう。なんかね、ちょっとだけやろうかなと思って、なんかあの特になんか伝えたいことはないのだけど、ブラブラ街を歩きながら、なんか慣れないところだからちょっと歩いててドキドキするんだけれど。あ、イルマくん、イルマくん見てる。うちのね、事務所にあの入った男の子なんだけどね、イルマくん。確かに暑そう。そう、暑いところに来てる。海外です。インスタライブありがたいです。あんまりね、インスタライブ私やらないからね、本当はもっとやりたいんだけど、ちょっと緊張しちゃって。気をつけてください。ありがとうございます。今ね、前をちょっとマネージャーさんが歩いてくれてるから、そんなに危なくはないけど、ちょっと気をつけます。焼けてる？焼けたかもしれない。ちょっとちょっとだけ焼けたかも。パタヤ？何パタヤって。かわいい。これ何屋さんなんだろう。なんか子供服とか置いてる。粉ミルクとかベビー用品、あの、ね、なんかドラッグス、あ、ドラッグストア。撮影で海外、そうです。街並みを、何が一番美味しかった？何が一番美味しかった？何が一番美味しかったって。何ですか？ココナッツ。ココナッツジュースが美味しかったです。
っと引きの絵くださいだって。じゃあThank you. 察しのいい方は気づいちゃうかもしれないけど、まだ私から名言はできないの でお願いします。服かわいいね、ありがとうございます。そう、服とねサンダルを現地調達しました。ありがとう。なんか今朝現地で調達したんだけど、もう服破れてた。びっくりした。サンダルボロボロになってた。ありがとう、ありがとう、見てくれてありがとうございます。ちょっとだけね、秘密の撮影だね。そうです、秘密の撮影です。ありがとう。そちらは今何時ですか、そちらは今何時ですか。夜です。バレちゃう、バレちゃう。外人さんっぽい。何の撮影で来てるかもまだ見えないんですよ。ごめんなさい。何か予想してくださいな。だいぶ焼けてるねえ。私やっぱ焼けてんのかな。焼けてるってみんなに言われてる。ほっぺかな。一杯飲みましょう。お酒ね、昨日は飲んだけど、今日は来年のカレンダー？さあどうでしょう。何？なんか楽しそうだね、クラクションの。どうします。じゃあグッナイしますね。見てくれてありがとうございます。本当にちょっとだけだけど、お付き合いしてくださってありがとうございます。また詳しいことは解禁したらお伝えします。待っててください。じゃあおやすみなさい。ありがとう、見てくれて。またね。あれ、これライブ、これをどうやって終わるんだろう。ここ、ああ